昨年あたりぐらいからちょっとアメリカで反 LGBTQ 運動とかが高まってるみたいなんですけどこの教育っていうところはどうなんですかねその足並みが揃ってないからなかなかこうなんかねそもそもね LGBTQ っていうでそこくりがいらない分類どうくないですか違う,違うやるならば違うと思うだって言ったらだって男もさ中性的な男性もいれば、うん、でも女性が好きだよ 女性性が好きだけど中性的な人も例えばね、あの、黒髪でサラサラストレートの女の子が好きっていう人もいれば、ボーイシュな女の子が好きっていう男性もいるように、全部違うじゃん、みたいな、そう,そう考えたら。じゃあもう、そんなくくりいらなくないお前がお前で、私は私だみたいなのが、ないんですよ、今。 なんか全部くくりたががるからそれがまためどたんなんですよ謎のくくりだからやっぱりそのおっしゃるように何かが後ろにあるんじゃないと思っちゃう人がいるのも,も、うん、そこはその区分性に何の意味みたいなところがあるんででも極端な意見って本当何回も言いますけど本当お金になるじゃないですか、うん、あの本当 <laughs> 極端な意見ってマジでお金になるんですよ。まあね、その派閥ができると お金が動くからそうやってみんな稼いでるんだろうなと思うけどもうそ,そこは LGBT 巻き込まないでもらってみたいな <laughs> あの性的なやつはなんか、うん、やめてもらっていいかなめんどくせえことにしかならないし <laughs> なんかなんかね私は好きじゃないからその区別区別っていうかその,くその変なくくり「お前はお前ですあなたはあなたです私は私です」みたいなそれぞれがそれぞれでいいけど でもこのルールに従って生きようができないんですよ多様性っていうと簡単ですけどそこら辺の理解とかっていう教育はあんまり必要そもそも多様性って何なんですかっていうやつが多様性をおっしゃってましたよね多様性を強要されるんですよいやそれはね手出し名言多様性ほど難しい本当にきちっと正確に捉えるのは難しい概念ってないもんね 多様性でしょって言われるんですけど「はい」ってなるしかないじゃないですかでも多様性を許容された時点でそれは多様性ではないのではみたいなってなるんですよそ<う>え。私の意見もある程度じゃあ言っていいですよね。いや多様性だから。え <laughs> みたいなその矛盾に気づいてないバカしかいないんですよ。 だかから、もう,う、ね、ばっっりと思って区別は全部差別にしちゃうしね<も>う <laughs> そうだからその多様というんだったらまず個性でしょと個人の意見がきちっと表明できることが大事でしょっていうと、うん、そこじゃないと、うん、こ行くのでそうそう表明できるはずよね、うん、とそこ行かないのよねうん、変。 またこの国って空気で動くからそれはとっても危険なところはあるんですよね。何ななんでででですかねこのでも、まあ、日本らはいやだから世界的にこれが流行っちゃって<ー>でアメリカヨーロッパで,で医者もよ乗っちゃって、あのー、12歳っていうのはまだ個人でいろいろ判断ができないわけであの例えばあのお酒は何歳以上っていうのはあるじゃないですか。うん、なののにに歳以上の子に、うん 学校でそういう教育をしてああ私は男の子っぽいんだって言って、うん、学校とその子とそのホルモン治療の医者だけが知ってるそれができちゃって男の子だったはずの子が女の子になってて親は後で知った女の子だったはずが男の子になってて母親で知ってその子はまだ完璧未成年。でそれの その子供さんをお持ちのたくさんある親の一人がイーロン・マスクさんでで絶対的にそのアメリカにおける民主党のこの運動を精神的にあのどんどん広めた人は許せないって言って一生懸命トランプさんを応援してると、うん、それが今ツイッターではすすごく広ままってますね、うん、つまり親に教えないことが多様性として強制されてるのおか。おかしくない、うん だって、保護者だよ、こやって。何言ってんだろう。<laughs> ななんかそうっててるんす,だすると未成年の概念からして変わっちゃうよね。うん、だから日本はそれは絶対に入れてはいけないと思う。今のところまだそれを言う人は少ないんだけどまあ最低ホルモン注射うんぬんホルモン剤まあ今、成年が18歳だから18歳以上ですよ。うんうん、12歳は絶対いいいけままませんまずずでですねまずいです、はい、そうね、ええで その年齢で手術までしちゃって胸を切っちゃったりとか、ええー、と、まあそこまでなら回復できるかもしれないけど、結局臓器提出したりと。ね、い,います。いるでしょう。性転換しなきゃよかったわみたいな人いる。あいる。いますいます。ニューハウスさんとかでもいます。いる。います。いる。うわしなくてよかったかもって思ってるけど、まあもう元に戻せないしなみたいな感じの人は何人か知ってます私は。だからそれこそだからそれが年齢が下がったらそ,、ね、その。 ななんていうのかな自分の、まあ、それこそ揺らぎやすい年齢でもうも元に戻れないまでいっちゃうと、うん、そうだからあの逆にそういう人は下は取ってない人が多いです。上だけとホルモン体だけ。もちろん男性が好きなだん一応性,性としては男性体としては男性で生まれて男性が好きで一応女の女性らしい格好というかおん女と言われる格好でいるけど 一応下は取ってないからいつでも別に男に戻れるようにしてるみたいな人もいますね中には、うん、それはもう年齢関係ないですその方はもう60ぐらいなのかな、うん、でももう胸取っちゃえば男性ですみたいな人もいるので、うん、それこそだからそ,そんだけの年齢いっててもなんかあーってなるのにそれがねもっと若くなったらとっぴなあれで変わっちゃったりとかしてもまたおかしなことになるしね 実はそのこの問題をやってきてる方ってお医者さんではね大きく分けると2種類のお医者さんなんで1種類はずっとカウンセリングに付き合っている精神科医でその方々は精神科医ってどうしても患者に寄り添っちゃうから。 患者がこうしたいこうであるっていうとそっちの方に診断書いちゃうって言うんですよ。それははっきり私たちの前で言われてで手術をするしないの判断をしている外科医の方はどんなホルモン治療をしても完全な転換はできないっていうからその両方が医学界の中でかなり離れちゃっててでそれとは別に WHO っていう世界の,、まあ、あの医学関係者の,そのまあ団体のような国際機関、まあ、これは国際機関ですね。でそこが 何をしろよって命令じゃなくてある程度のその出してるんですよそこでもはや性同一性障害っていうのが障害ではなくて単なる思考になってて。 ああ、はいはい、はい傾向。傾向に近いものになってて、うん、そこもますます問題を微妙にしてて。でも傾向になっちゃうと、日本だと議論が起きちゃうのは傾向なんだから、手術はしていいの、しなくていいのと。でも手術したい、しないとどうしても。うん 違和感かから取り除かれない人い人るよねと、うん、そうするとその人たちに対してする手術って合法なの違法なのと保険はどうなのって全部その議論になっちゃうから、うん、結局そこのところはある程度手術をした人が1万2,000人いるんだったらまあ私は今のままの方がまだいいのかなとでそうじゃない人たちがどこまであのそうやって戸籍の方ではある程度認められても。 やっぱりついてるものがついてる場合は、その裸の場所ではどうするかってのは、それはまた別だろうとかね。うん、そんな感じで、社会ルールは分けた方がいいんじゃないと。それで、うん、全然転換してないんだけれども、あの、生活は変わってて、名前を変える家事審判ってあるんですよ。うんはい,はい、はい、切るものは切ってない男性の場合はなんだけども、あの、ずっと女性の格好してる女性なので、名前を、うん、その、育子さんが育子さんになったりとか。うん、で、それが、 認められる場合ってて結構厳しくてやっぱりこれは誰から見てもこの人は男に戻ることはないなとあの女の人を襲っちゃいそうもないなと女性としてみんなは見てるなみたいなとこまで一応火災は見るので、うん、まあ裁判所って三権分立の、まあ、日本の最高機関の一つですから、うん、まあそこは一つあるのかなって気はするんですよね。うんうん、だから私たたちはは最初のののの提案の時に10年というのを入れたのは あの実は最近子供についての犯罪を取り締まろうっていう意識が日本で高まって、うんうん、今までも子供に対する犯罪特に子供への盗撮ってすごい数あったんだけど、うん、そういう盗撮の歴のある人を保育士や幼稚園の先生や塾の講師から排除してなかったんですよ人権ってことで。うん、それをやっ と日本版 DBS で前科があったら前科があるかどうかをチェックに雇う方がいけるようになっていや性的なものは一生治らないですようわすごい大い大証言が出ました一生治りませんそうしたらだから10年ら20年 DBS 甘いかっていうか10年バレなかっただけだと思いますあっそういうことバレてなかっただけでもそれがクリアになっちゃうんだから1回やったら ずっととアウトにすすべきだと思いますそういう議論もあったでしょ国会ではいやそのぐらい重いんだぞって示さなきゃやるってみんなエスカレートはするけど治りはしないというか治るって言い方も変ですけど収ままりはしません,うん絶対何歳になっても一緒です、うん、それでいくとね女性の格好をする ことが好きでいつも女装していると。うん、だけど、うんうんね、性的な思考の相手は絶対女性。女性それがかなりパーセンテージが高くて0.1、うん。いま,い,まていますよもう多いですよ。でいいその人たちがこの状況を悪利用しちゃうとやっぱり。いや本当にヤバイさんのところに狼さん来ちゃったならないですか。なりますなります。 なるよね、それをみんな心配してるんだからそれが一番怖いですからねそうそれなんですよですから皆さん、うん、それはでもみんなねだいぶ分かってきたうん、うん、いやめっちゃいますからねそうそうだから数が多いってことを皆さんめちゃめちゃ多いですよそうなんですよあの、まあ、これがどういう言い方があれなのかわかんないけど「ジョソコ」って言われるんですけど「ジョソコ」 はい、女装子って書いて「女装子って言うんですけど私たちのあれですよでもでも像語かもしれないけど,いいけどその世界ではそうすれば分かるっていうことは重要な要ですね、うんまあ、もちろんそれで男性が好きな人もいるんですけどまあいるでしょう、ね、でも女性が好きな人の方がもしかしたら多いかもしれないです、ね、あの唯一少数で取ったあの統計では女性が好きな人が64っていうのがごく限定的なものであって、うん、より多いだろうっていう、うん、ただそれも包括統計じゃないから分かんない、うんまあ、それはそうですよね、うん ずっと新宿のお客さんをたくさん見てきた点では僕が一番手術税多いよっておっしゃってるのは私が存じ上げてる方の中ではククリニックのタカスオーナーナなんですよこれはやっぱりカテゴリー分けが無理だからもうそれはもう最終的にはついてるついてないで判断したらとトイレとか風呂とかと彼は言ってましたね。要するにっていうか部<分>ん無,無理ですよね。<う>全部に合わせることは 無理ってそんななの当たり前じゃないでですか、でも <laughs>、普通に考えてあの100人いて、うん、じゃそれを5分割綺麗にやれって言われても難しいのに、うん、じゃあ100あったうちを100通り全部なんか全部が正解だと頷く答えを出せって言われたら絶対に無理なんですよ。そうもう1個のルールの中でそ,<れ>その100人がどう生きるかしかないんですよ。 なんかそんなダメって私は思っちゃうし、まあ、まあ私も別にそんなすごい差別されてきましたって思ってもないけど、まあ、それなりにはあったんででも別に私,私は私でちゃんとそれなりに言いたいことを言いながら生きてるし不自由とか特にそこまで感じてないんだけどな。あのー 日本とタイは仏教国でやっぱりあんまりそこは感じてないっていうか普通にそういう人もいて、うんうん、ヨーロッパとかアメリカって1980年代ぐらいまでそれってバッテンだったんですよねだからキリスト教の聖書に、ねうん、だからそれを今急にねあの時は悪かった感で、うん、急に巻き戻してる不自然さがあって、うん、でそれをなぜだか突然日本もやれよみたいにそこもね ちょっとだから私は考えればってつまり実態はあるの法的事実はあるのっていうとどうなのかなだからやっぱり差別禁止ではなくて理解しようねって言ってあの日本人って賢いからもうこの1年ぐらいのドタバタでかなり理解したと思うその意味であのジェンダーレストイデドタバタは大きかったですよ。だから結局そういうことでしょと本質は皆さんそこじゃないんですよ、うんそうね、全然。 全然違う,なんなんう諸外国とかの,の、うん、同じような問題起きるじゃないですかそういうルールのすか、ね、なっルールはねどこもねやっぱりあの最高裁判所で勝った負けたで決めてこんなになっててイギリスがいい例でイギリスはそのまあ犯罪を犯した方がまあ日本もそうなんですけれども男女別に。 まあ収容されるっていう刑務所のルールがあってそれになんと女性をまあ強制わいせつかあるいは強制性交しちゃってそういうところに入った人が私はその後女性辞任に変わったので絶対に女性の方に入れてくださいって言って訴えて最高裁まで行ってその人がまあたまたまリベラル派の最高裁判事が多かった時に勝っちゃったんですよ。 さすがにその時のイギリス政府はええー、って言ったんだけど勝っちゃったからその人をこっちに入れたんですよ<う>でそしたらそこで問題が起きたわけですよ、ね、だからだから判決も結構だけど常識はあるよねって話で、うん、さっき釜山さ,さんおっしゃったように性的指向って変わらないよねって話だから,らその人は女性にしても女性を襲っちゃうだろうなという蓋然性が。 高かったんだけど判決出ちちゃゃっってあれよあれよという入れれと入たらいですそれでさすがにそれを認めた当時のスコットランドの首相がもうそれはやめようねと言ってでその人はちょっとやりすぎちゃったなと思ったのか別の理由もあって、まあ、政権から降りてみたいなでまた今度イギリスが政権変わってちょっとリベラル系になったんでみんなが心配しててやりすぎてトラブらねえかなみたいなのはある。 まあ日本の場合はまだその洗脳教育のこれが始まってないので数的にはそんなにすごい問題が張り裂けそうですみたいな問題があちこちで勃発しているわけじゃないのにあえてそれを持ち込ませようとする勢力があるとするとそれはもうどうですか行き着く先分かってんじゃないっていう感じを私たち大人は言わなきゃいけないよね大人は言わなきゃいけない。 何でなんだろうなんで <laughs> なんか何で, <laughs> で,でそうなっちゃうのみたいなそうだから一部の人が頭の中で考えて、あのー、機械的な平等ってこうあるべきなんだよねでも実際の世の中には当てはめたらよくわからないけどそっちは僕関係ないからとりあえずそういうふうに作ったらみたいな投投げげたたら投げっぱななしで、でみたいな感じですよね。だから実態見てないっていうふうにおっしゃるのもまあ無理はないかな、うん、と。 だから本当聞き誰のため何のためが分かんない、うん、ずっと分からないままずっと誰の誰がそうなのみたいな <laughs> 誰がどうそうなんですかねみたいな,な,な何なんだろう。うん、まあもちろんいると思うよいないとは思わないけど、うんうん、まあいたとしてねじゃあその人が全部言ったことが。 それに全部合わせてたらおかしなことになるのなんて当たり前なんで、うん、無理なんですよ。でもそれを分からせないともうダメなのにそれをなんか多分な何かがあるんですよね。それに歩み寄る、ね、私たちはどうですかみたいな利用してんじゃねボケがと、うん、<laughs> LGBTQ 利用すんなと。 私たちは私はそう思います。少なくとまあだから当事者の声を徹底的に聞くっていう意味で、うん、聞いていいけど、<日>だから全部は、うん、でも聞くとほとんど今日おっしゃった意見に近い意見の一つで,でもそうだと思いますよ。だから本当に来てほしいですよね。<う>本当にこの通りに思ってる人を連れてきてほしい。 そしたらこんなに世の中そういうことだったんだってわかるかもしれないですもんねでももうかなり何年かやってるからねこの議論それが私もなんですよね全然誰も出てこないでしょ、うん、なんかツイッターとかには書かれたりしてああ X には書かれでもそれその人と会えるわけじゃないのそう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 でも会おうとしても会ってくれないんですよそうただ言いたいだけなんですようとそう 真に受けてて政治が動いてるのだとしたらじゃあもう誰だと <laughs> も,うもうそいつは誰なんだと <laughs> っていうことがねもう本当にあの今日だからそのゲイとして強く明るくオピニオネイティドで生きてらっしゃる方の代表に来ていただいてでもそのゲイを公表している方って国会にもいらっしゃるし、うん、まあ私たちその同級生先輩後輩にもまあ クラスで一人とは言えないけど学年であの人きっとそうだなって言いますけど、うん、私は差別区別した記憶は全くないので、意識の片にもないので、うん、あの<こ>まずその意識自体がやっぱり不自然さを感じちゃうんですよね。あとあの一番私がしっくりこないのは、うん、好き嫌いと差別を間違えちゃってる人。あそれも言えるね。それがすごい気持ち悪くて、うん、あのゲイだからみんな仲良しくなれるよねみたいな。 いやいや、嫌いなものは嫌いだし。<laughs> 合わねえも合わねえけど、みたいな。別に、あの、女同士でも別にね、例えば、気合う合わないがあるじゃないですか。まあ、なんで同同じですよね。じゃあなんで芸同士は仲良くなれると思ってんのみたいな。いやいや、人によるし、みたいな。だから、例えばじゃあ、のんけ男性が、ゲイの人が苦手だとしても、うん、別にそれはしょうがないじゃないですか。こ、うん、の人が苦手なのなら、まあそれはしょうがないよね。え、それは良くないと思う、みたいな。なんでやんみたいな。<laughs> 例えばじゃあ、のんけ対のんけで、 でその「あの人ちょっと苦手なんだよね」「ええー、わかる」とかさ「あそうなんだ」で終わることがそれが原因になっただけで「何で?」みたいな「なんで?」とはみたいな「<laughs> 苦手なものは苦手だからしょうがなくない」みたいな <laughs> っていうなんかそ,それもわかんないんですよ私。ん,なんかななんていうのかなあまりにも個室しすぎちゃっててその差別と好き嫌いの区別もつかなくなっちゃってて全部一緒くたみたいなのもすごい気持ち悪い。 あの職場で何かがあったらそれはもうやっぱりすごい生きていくために大変なんだけれどもそれはあの日本って憲法上にいくつも平等、平等差別なしその情報の条項によって配点はだめとか最高裁までいって判例も出てるんでそれもかなり前ですよ、かなり前、うん。 であの実はオリンピックが行われる前にもこういうものをやろうとしたんですけど<お>オリンピック参加国のうち大半がそもそも同性愛も認めてなかったので、まあ、それはね、まあ、になって G7 の中でも G7 って最近 G7 以外の国も呼ぶんですけどまず中国があれだけ厳しい上にインドのズ数が認めてないのであ、まあ、まあだから結局その場でバイデン大統領は特に言わずで、うん、じゃあ何だったんだよになっちゃったんだけど、うん、まあこの理解増進法はみんなのためになってるっていうことはなってるんですけど、うん、それを 議論する時点でえ自民党の支持者だった人が自民党に裏切られたみたいに思うような言論をしたうちの党の一部の人がいたのも事実だから、まあ、これでうちの党は5ポイントぐらい下がってますよでだから私たちは当事者の意見を一番聞こうとしててまあ寄っても寄っても来ない人は 来てくれないから聞けないんだけども、l の人も g の人も b の人も手術をしちゃった。この人たちも全部呼んでます。うんだから、それを今日は言うために一番インパクトのある人にインパクト来てもらえて。<laughs> で,でもやっぱり youtube の中でやっぱりインパクト持ってる人と知られてない人ってやっぱり違うんですよ。うん。まあ、まあまあまあままあ、まだからあなたの存在はすごい貴重。 私はね多分いる戻しいろいろあると思うけど日本ではまあそのマジョリティの人たちがどういう立場で今まで常識的でふにゃふにゃってやってきたことはこういう意味でこういう意味はあんまりなくてここはいけるみたいなことをより分けてあの常識的な方に行くと思うんですよでもその間はあのコミカルなことがいろいろ繰り返せると思うけどもそこに落ち着く大人さは日本って国は持ってるなとは 思うんですけどもただ海外ももう一回転しちゃってそこに行こうとしてるかなって感じはちょっとしてますね。もうみんな疲れ,疲れたあねあのまあ私はもうこれに答えないから <laughs> この感じで言っちゃったら答えなんてないまま<う>あの多分ですけど LGBTQ って今流行りみたいになっちゃってるんでそれが過ぎたら多分もう取り上げもしなくなっちゃうと思います。 もうなんかまあまあいいいいでしょみみたたな、なーなーみたいな。うん、まあ逆にそれでいいんですけど、まあ、ぶっちゃけで言ってしまえばみんなが自然にねそれでやれて好きなように入れればいいぱ、ねうん、まあ、今まで通りの中で生きようかみたいな空気になったら日本は多分そうなると思うんですけどまあ空気は必ず収まるからね収まりまりす。それは日本のいいところではある。うん、うう。ん。あとはこういう 差別ではなくて区別をきちっとすれば、うん、あのその他のこういうことを考えたこともなかった人も含めてみんなが安心して落ち着くかなっていうのが、うん、まあ、私たちが見てるところで、うん、ま今日はあのなんとなく思うっていうことをたくさん言っていただけて、私も目が目から鱗が落ちました。<laughs> ま言いたい放題しか言いたいことしか言ってない。ああいいんですよ。だって言いたいことを言える我思う我ありで。<laughs> 私たちはただの人なんですけどね。もう当然ですよね。<laughs> 全く当然だと思います。みんなと一緒だよみたいな別に何も変わらない、うん、<laughs> ただの人ですって感じなんです、ね。あだからやっぱり LGBT 特に LGBTQ アノンのカテゴリーが悪いね。うん。うん、無駄な誰がつけたかわからない謎の名前。まさに性的嗜好だったら。<laughs> 別にその性的指向が犯罪にならないんだったらいいじゃないってだけのことなんだけどね、うん、人に迷惑をかけなければ結局いいんですよ自分の中で収めときゃいいんですけどね。